こんにちは、角田です。よろしくお願いします。今回は、イジピジというフランスのブランドのアイウェアをご紹介しようと思います。イジピジはいろんな形があるんですけれども、その中から一つ絞って持ってきていました。はい、ボストン型とウェリントン型をこう掛け合わせたような、かなり掛けやすい形のモデルがあります。こちらのモデルですと、土入りのタイプがあるんですけれども、今回はサングラスのタイプをお持ちしています。で、ベシックな色の黒ですとか、あと茶色なんかもあるんですけれども、今回特にお勧めしたいなと思ってお持ちしたのが、色物ですね。ちょっと薄いピンクですとか、あと緑もあります。実際に僕はこの緑のタイプを自分で買ったんですけれども、使ってみていい点としては、非常に掛け心地がいいです。こうメガネの幅の全長の長さもいいですし、掛けた時の重量もすごく安定感があるので、普段使いしていただきやすいと思います。で、レンズのこのガラスの入っている K のところですね。ここもそんなに大きくないので、日本人の顔なじみにもすごくいいサイズ感に収まってます。こちらなんですけれども、価格も非常にお手頃で、今お持ちした3個、黒とグリーンとピンクに関しては、税込みで6600円です。また、専用のケースも付属しますので、安心してお出かけ先とかにも持って行っていただけると思います。こんな感じで収納ができます。素材としてフレームに使われているのは非常に軽い素材なので、掛け心地も軽いものになっています。フレームのカラーによって中に付けられているレンズの色も微妙に異なりますので、例えば緑だと茶色のレンズ、ピンクの方ですとグリーンのレンズが付けられています。服装やお好みによってこのあたりも意識しながら選んでいただけると楽しいと思います。僕が緑を選んだ理由なんですけれども、ブラウンですとかブラックっていうのは持っているので、違う色が欲しかったっていうのと、意外とこの緑色のフレームがすごい合わせやすいなっていうふうに思ったので、これを選びました。実際かけてみるとこういう感じです。どうでしょうかどうでしょうかこういう感じになります。緑おすすめです。イジピジのサングラスとメガネに関してはハリウッドランチマーケットの方ですごくバリエーションがありますので、気になる方はぜひハリウッドランチマーケットの方にお問い合わせください。